鶴亀さんは、算数の文章題の典型問題、または解き方の一種。小学生対象の問題として問われることが多いこともあり、通常は連立方程式を使わない解法を指す。中国の数学書、孫子三景にある、記事と同化語が始まりとされる。それが、江戸時代におめでたい動物とされる鶴と亀に置き換えられて、この名前になった。 鶴と亀が合わせて8匹、足の数が合わせて26本であるとき、鶴と亀は何匹いるか。ただし鶴の足は2本、亀の足は4本である。鶴亀さんの一般的な解放に、とりあえず全部を鶴であるとする方法がある。これに従って、例題を解くと、8匹すべてが鶴であるとすると、足の数は全部で28イコール16本となる。これは、 実際の本数に比べて26から16イコール10本少ない。この10本の差を鶴と亀を交換する操作によって補う。この操作を行うたびに鶴と亀の足の本数の差つまり4から2イコール2本ずつ足の数が増えていく。10本の差を埋めるには12イコール5回この操作をすればよい。すると8匹のうち5匹が亀に置き換わり、 8から5イコール3匹はそのままとなる。従って、鶴は3匹、亀は5匹となる。この問題は、長方形の面積が縦と横の積であるということを利用して、面積図を使っても解ける。縦を1匹の足の数、横を等数、面積を足の数とする。 28イコール16本2616イコール10本42イコール2本12イコール5匹85イコール3匹答えは鶴が3匹亀が5匹となる鶴亀さんは中学校の数学における連立方程式の初歩的な問題にあたる一般的に X を鶴の数 Y を亀の数 A を鶴と亀の個体数の相は B を 足の本数の総和と置くと、の二元一時連立方程式で表される。ありがとうございます。